こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、症状はよく言うといえども、近従を離れずです。これはオウムはよく言うといえども飛ぶ鳥を離れず、症状はよく言うといえども近従を離れずの下の句で、意味はオウムはよく喋るけれど鳥の仲間であり、症状は想像上の動物で人のような顔をし人の言葉をしゃべるが、近獣つまり野生の毛の生えた四つ足の動物たちの仲間であるということ、つまりそれぞれの本文本来の落ち着きどころがあるということ。では人としての本文とは何か、人として必要なことは何か、何をもって人と言えるのか、喋れることでも姿だけでもないということ。それでは今から症状はよく言うといえども近獣を離れずを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。